ケリー・ローランドはアメリカ合衆国の女性 R&B 歌手、女優、ダンサー、モデル。1990年後半から2000年前半にかけて世界的に大人気となったデスティニーズ・チャイルドのメンバーとして名声を得て2002年からソロでも活動。2009年頃からはヨーロッパを中心にエレクトロハウスのシンディーバとしても人気を博した。女優としても フレディ VS ジェイソンに出演した。2002年、ケリーはラッパーのネリーとコラボレーションしたシングルジレンまで全米チャート10週第1位の大ヒットを記録し、複数の国の音楽チャートでもナンバーワンを記録した。楽曲が収録された彼女の2003年のソロデビューアルバムシンプリーディープはビルボード200で最高位15位。全米レコード協会からは ゴールドアルバムの認定を受けた。同様に、UK アルバムチャートでは、プラチナムセールスを記録した。続くシングル、ストールは、UK シングルチャートで最高位2位を記録。このアルバムは、全世界で250万枚を売り上げている。2005年のデスティニーズ・チャイルドの解散後、2007年にリリースされた、ローランドのセカンドアルバム、ミス・ケリーは、 当初ファーストアルバムほどの人気はなかったものの、シングルカットされた、ゲットー、ワークなどがヨーロッパ諸国で好評となり、2008年のシングル、デイライトがクラブヒットを博し、新装版ミス・ケリーは全世界で120万枚を収める成功となった。2009年には、プリーズ・ジェントルがイタリアで大ヒットし、ヨーロッパのダンスマーケットに参入。同年、ケリーは、 フランスの DJ デビッド・ゲッタのラブテイクス・オーバーにボーカルとして客演参加。この楽曲がヨーロッパ市場を中心に世界的大ヒットを記録したことにより、ケリーにはヨーロッパを中心にエレクトロハウスのシンディーバという新たなイメージが生まれた。2010年に入り、ケリーはエレクトロダンス路線のコマンダーや R&B 基調のモチベーションをリリースし、 それらが収録されたサードアルバムのヒアイアムを2011年に発売した。2013年にはホースアルバムのトークアグッドゲームを発売し、シングルのキッシ s the d o ダーティランドリーがヒットした。2014年5月にマネージャーと結婚。同年11月に男児を出産した。今日までにケリーは、 ソロキャリアにおいて UK シングルチャートにてトップ20に11曲を送り込みまた2曲のナンバーワンヒットを含め7曲のトップ10ヒットを持っている。加えてケリーはこれまでに世界で400万枚のアルバムと1700万ユニットのシングルを売り上げている。ありがとうございます。